今日は住吉大社で蛇が卵を食べているのを見ました。こんにちは、ピカソプロジェクトの脇田真紀子です。今日から保育士の方、幼稚園の先生、子どもを育てる保護者の方、そしてたくさんの教育者の方のために表現力の伸ばし方というお話をしていきたいと思います。私は2013年からピカソプロジェクトという造形活動を通して子どもの表現力を育てようというプロジェクトをしています。それを始める前はカラーコーディネーターとして色彩検定対策講座ですとかパーソナルカラーの診断などをしていて、全く子どもとは関係のない仕事をしてきました。で、子どもを産んで仕事をしていなかった2013年頃に、今の相方である奥村瑞穂氏と出会い、子どものための色彩教育をしようということで、一緒に動き始めました。私と違って彼女は、子どものためのエンターテインメントショーっていうのをもう20年近くやってきて、30分で子どもって本当に変わるんだよとか、30分だけで子どもってとっても生き生きするんだよっていう話を聞いていたんですけれども、私は、へえ、そうなの?と実は思っていました。奥村もどちらかというと、生まれ持っての天性で、かなりナチュラルに子どもたちのこと、心をつかんだりとか、子どもたちを応援したりとかしていて、まだ立ち上げた頃は、何をしたら、どのように、なぜ表現力が育つのかっていうのが、まだつかみきれていなかったんですよね。その後、奥村が大学院に行って、造形活動における環境について研究を始めたり、私は大阪大学のワークショップデザイナー育成講座というところに行って、ワークショップ、要はカリキュラムですよね。カリキュラムの成り立ちとかコミュニケーションとか納得会とか、そういったことを学んだり、そして保育士試験を勉強してみたり、少しずつ少しずつ学術も取り入れながら、表現力ってこうやって伸ばせばいいんだな、というか子どもたちの表現力をどうやって伸ばすかというよりも、子どもたちの表現力を伸ばすために大人がどうやればいいのかっていうのをすごく模索してきました。今2020年になってピカソプロジェクトのもう7年目になってきたんですけれども、講座を受講してくださったりとか、幼稚園で、奥村が研修させていただいたりして、結構こう即効性のあるエッセンスをだいぶ抽出できるようになってきました。なので、これから子どもの表現力の伸ばし方とは言いますが、子どもの表現力を伸ばすことのできる大人になる方法を少しずつここでお伝えしていけたらなと思っています。で、私は顔を出すのが非常に恥ずかしくて、本当は写真がホームページに載るのも嫌なぐらい恥ずかしくて、音とスライドでこのように YouTube 載せさせていただこうと思っているんですけれども、同じ内容を文字起こししたものをアメーバブログにも載せていこうと思っています。音がいい方はこちら、文字がいい方はアメブロで、ぜひ子どもの表現力を伸ばす方法、伸ばせる大人になる方法という内容を楽しんでいただければなと思います。じゃあまた次回。今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。